1955年、東京都八王子市の飲み屋で、女将が変わり果てた姿となって発見されました。ある場所でつながりを持った未成年が起こした残虐極まりない事件について追っていきます。事件は、1955年2月3日16時ごろ、東京都八王子市元横山町にある飲み屋みはるで、息絶えている店の女将が発見されたことで発覚しました。発見者は、店を訪れた女将の娘でありました。店の正面奥にある3畳間で女将は布団をかぶってうつ伏せとなっており、酔っ払って寝ているのかと思った娘が布団をめくってみたところ、女将はすでに息絶えていたのです。しかもその首には麻紐が巻きついており、目隠しされた顔は血まみれという異様な光景でありました。娘の届け出を受け、警察は現場状況からすぐに事件と判断して捜査を開始します。娘の話から預金通帳と印鑑がなくなっていたことも分かり、警察は強盗目的の犯行とみて捜査に当たることとなりました。また女将のそばにはビールが残ったコップが3つ、お銚子3本、チョコ2つが残っていました。チョコの数から推定される犯人は2人で、客として店を訪れた人物が犯行に及んだと見るのが自然です。警察は聞き込みや奪われた通帳の情報をもとに逃げた犯人を追いかけることとなりました。一体なぜ飲み屋の女将は襲われてしまい、目隠しをされた異様な姿となって発見されることとなってしまったのでしょうか。被害者となってしまった女将は当時41歳の小俣春子さんでありました。小俣さんは東京、神奈川にも近い山梨県の最東端の地域、現在の上野原市で生まれ育ちました。小学校の校長を務める父親を持ち、学業成績も良好であった小俣さんは優秀な成績を収めて高校短大を卒業しています。卒業後はデパート店員として働き、23歳の時に銀行員の男性と出会って結婚しました。3人の子宝にも恵まれ、これからの家族で幸せな時間を過ごせるかに思われましたが、それは突如として断たれてしまいます。夫が戦死してしまったのです。その後小俣さんは3人の子供とともに実家に疎開し、製菓会社の事務の仕事をこなすことで生活を維持していました。しかしここで思わぬ出会いがあり、小俣さんは社内の専務と深い仲となったのです。ところが理由は不明ながら、この専務との関係を良しとしなかったのが小俣さんの父親でありました。小俣さんは教育者である父親にひどく叱られる事態となったのです。この出来事で父親との関係が悪化した小俣さんは3人の子供を残して東京に出て行きました。上京後は寿司店などの飲食店で女中として働きながら稼ぎ、資金を貯めています。そして貯めた資金で始めたのが飲み屋のみはるでした。小俣さんの店であるみはるがあるのは神社敷地内にあるバラック建てのマーケットの中です。八王子駅から600メートルほど離れたところにある八幡神社には、木造建築の八幡マーケットというものがありました。戦争の空襲の影響で店を失った人も多くいたこの時代、神社の境内において商売をする人の姿が当たり前にあったといいます。それは八幡神社も例外ではありませんでした。そしてこの八幡マーケットの長屋には飲み屋や食堂、喫茶店、小売店などが並んでいて、訪れる多くの人でにぎわいを見せていたといいます。小俣さんは貯めた資金でマーケットの店の一つであった飲み屋みはるを買い取り、経営をし始めたという経緯でありました。長屋となっている店はいずれも間口が900で、奥行きは3間となっていたそうです。つまり間口は約270センチ、奥行き550センチほどの店であり、女将である小俣さんが一人で経営しやすい広さであったと言えるでしょう。その中で土間の左側にはカウンターと台所があり、正面奥には三畳間の座敷席が設けられていました。この店を切り盛りする小俣さんの経営手腕はなかなかのものであったようです。高い学力を持ち、女中として働いて資金を貯めて店を買い取るほどの経歴からも、小俣さんの地道に努力ができる人柄と活力の高さを伺い知ることができます。こういった努力の甲斐もあり、みはるの経営は軌道に乗り、生活も安定していきました。そして事件当時41歳になっていた小俣さんは、得た収入の一部を定期的にある人物に渡していました。それは上京時に実家に残してきた子供の一人でありました。小俣さんの3人の子供の一人である長女は17歳の高校2年生になっていました。進学したのは八王子駅からもほど近い高校で、足を伸ばせば母親の小俣さんが営む店に顔を出せる距離にあったのです。ただ長女は山梨県北鶴郡の祖母の家で暮らしていました。
下宿などはせず、毎日祖母の家から通学をしていたのです。しかし週に一度は八幡神社のマーケットにある尾又さんの店を訪ねていました。そこで長女は店の手伝いをするほか、尾又さんから祖母への仕送りを受け取るという役目も担っていたといいます。尾又さんは一人で上京した後、子供たちは祖母によって育てられていました。この話だけだと尾又さんが子供を残して東京へと行ってしまったかのように思われるかもしれません。しかし尾又さんは子供たち、そして預かってくれる祖母のことをきちんと思い続けていたのです。働いて得た収入をこうして長女を介して祖母へと渡し、離れた場所からですが子供や祖母の生活を支えていました。そして長女が定期的に顔を出して尾又さんの手伝いをこなしていたことから考えても、親子の仲は良好であったことがうかがえます。しかしそんな家族を思いやる尾又さんのもとへ招かれざる客がやってくるのです。それは1955年2月2日のことでありました。この日の17時ごろに常連であった46歳の映写技師の男性が三春を訪れると、そこには先客がいたといいます。台所から出てきた尾又さんはこの映写技師の男性に、今夜はこのお客さんが久しぶりに来て1時まで飲むと言っているのよと、土間にある靴を示しながら話したそうです。土間には先客のものと思われる2足の茶色い靴があり、男性を座敷に上げることはできないとのことでした。そのため男性はそのまま映画館の方へと戻っていったそうです。22時頃には三春の隣で飲み屋を開いていた女性が、尾又さんのまあいらっしゃいませという声を聞いていました。長屋の店の壁はベニヤ板1枚で仕切られていたため、日頃から隣の物音がよく聞こえていたそうです。また尾又さんと客の会話も漏れ聞こえてきていました。こたつで飲むと自分の家で飲んでいるようだという客の声や、客が3回目の来店であること、一緒に来店した客に話をする尾又さんの声が聞こえていたといいます。そして22時50分にはもう店を閉めようとする尾又さんの声が聞こえてきました。ただそれは来店している客以外が入ってこないようにするためで、幕さえしておけば大丈夫であるというような内容でありました。三春の隣の飲み屋の女性は23時に店を閉めて帰宅したため、それ以降の尾又さんの言動は不明です。ただそれからしばらく経って日付が変わった2月3日午前1時過ぎに三春に来客がありました。前日の17時頃に一度訪れた常連の映写技師の男性が再度やってきたのです。尾又さんに先客があるからと言われた男性は、仕事を終えて別の飲み屋に立ち寄ってから再び三春を訪れました。この時店の明かりは消えていましたが、座敷はまだ明るかったそうです。そこで男性が店に入ってみると、台所から若い男が飛び出してきました。この若い男は22歳から23歳くらいで、色白で小さく痩せた顔をしていたといいます。また髪はオールバックで紺色のスーツを身につけていました。そして若い男は、僕らが徹夜で飲むからすまないがと話し、映写技師の男性が店に入ってくるのを拒む様子を見せたのです。このように言われては男性も店に入ることはできず、不愉快に思いながらも店を出ることになりました。これ以降尾又さんを目撃した人はおらず、日が昇り、さらには16時頃を迎えます。この時間は尾又さんの長女がいつものように店を訪れる時間でありました。ただ長女が店の前まで来た時、普段と違ってガラス戸は閉められていて、中からはカーテンが引いてあったといいます。まだ営業前でお風呂にでも入っているのかなと思った長女は、店の裏手に回って引き戸を確認してみました。しかし引き戸は鍵は閉まっていて、そこには見たこともない新しい南京錠がかけられていたといいます。異変を感じながらも長女は再度表に回り、閉じていたガラス戸に手をかけたところ、こちらは無施錠でありました。戸には新聞が挟まっていたようで、ガラス戸を開けると新聞が落ちたそうです。そして店内に入った長女が正面奥にある三畳間の障子を開けてみると、尾又さんは布団をかぶってうつ伏せになっていました。周辺にはビールの空き瓶の他に、キャラメルの空箱やみかんの皮、串などが散乱していたといいます。この状況を目にした長女が、母親の尾又さんが酔っ払って寝ていると思うのは不思議ではありません。そこで長女が尾又さんのかぶっていた布団をめくってみたところ、その目に飛び込んできたのは驚きの光景でありました。尾又さんの首には麻紐が巻きつき、その顔は血まみれで、しかも目隠しされて息絶えていたのです。長女はすぐに警察に届け出て、警察は事件として捜査を開始しました。
小俣さんは首に残っていた麻紐で絞められた後、ビール瓶で頭を攻撃されたとみられます。そして小俣さんの目を覆っていたのは4つに折りたたまれた手ぬぐいでありました。当初この目隠しに関しては謎でありました。ただ小俣さんにかかっていた布団をどけたところ、そこには小俣さんの手袋やそろばん、鉛筆の他にあるものがありました。それが福笑いのおかめののっぺらぼうの顔であったのです。小俣さんの左手横にはこの福笑いのパーツである眉の黒い紙切れがあったといいます。状況から見て目隠しは小俣さんが生き絶えた後ではなく、悲劇が起きる前にされていたと考えられました。福笑いをするために目隠しをした小俣さんに犯人が襲いかかったという光景が浮かび上がってきたのです。そこで警察はこの事件を福笑い殺人事件と呼び捜査に当たりました。そして現場検証の結果、残されたチョコの数から犯人は2人とされました。また小俣さんがいつも使っていた手提げカバンには預金通帳が入っていたはずですが、その通帳と印鑑などもなくなっていたのです。財布の中からも1万3000円ほどがなくなっていたことが長女によって確認されています。つまり強盗殺人の可能性があったのです。警察はこのことを把握するとすぐに小俣さんの預金がある銀行へと向かいました。しかしすでに手遅れで、事件が発覚する前の2月3日朝、茶色のジャンパーを身につけた男が銀行を訪れ、小俣さんの口座から3万3000円を引き出していたのです。警察は聞き込みなどから、事件前に三春で A 社技師の男性に帰るよう促した男と、銀行に金を下ろしに来た男が犯人であると断定。また過去に三春へ来店したことがある客であるとされました。ただ夕方に A 社技師の男性が見た座敷にいた2人連れの客と、三春の隣の店の女性が声を聞いた男が同一人物であるかまでは絞り切ることができていません。それでも捜査を進めていくと、2月20日に大きな手がかりを得ることができました。それは現場のビール瓶に残されていた指紋です。鑑識が集めた指紋を調べたところ、ビール瓶に付着していた指紋とある男の指紋が一致したのです。それが当時19歳の大久保という人物で、かつて詐欺や窃盗などの常習で5回の検挙歴がある男でした。過去に検挙された後、多摩少年院で過ごした大久保は出所した後に八王子の蕎麦屋で働いていたといいます。その時に大久保は店の若旦那と嘘の自称をして、現場となった三春に頻繁に出入りをしていたのです。常連となって小俣さんとも親しくしていたことも判明しました。こうして警察はすぐに大久保の行方を追いかけます。しかし実は大久保は1月21日に駒込警察署管内で窃盗を働いたとのことで、すでに指名手配中の身であったのです。しかもこの窃盗の事件でも共犯がいたとのことで、この共犯の人相も目撃者の証言などから明らかとなりました。共犯は当時21歳の吉井という男で、吉井もかつて検挙歴のある人物でした。多摩少年院にいた経歴があり、大久保とは同期生であったのです。このつながりから警察は少年院時代の関係者からも話を聞き、大久保と吉井の足取りを追いかけました。そして2月20日、まず警察は共犯の吉井を逮捕しました。逃走中の吉井が少年院時代の友人に金を工面してくれるよう電話しており、この友人が捜査本部に情報提供したことがきっかけで逮捕に至ったのです。それから6日後の26日にはついに大久保も逮捕となりました。吉井の逮捕のきっかけとなった少年院時代の友人の妻が大久保と偶然会い、家で休むよう誘ったことでくつろいでいるところを通報されての逮捕であったのです。そして逮捕後、事件の経過が徐々に明らかとなります。少年院で出会った大久保と吉井は、出所した後の1955年1月20日に電車の中で偶然再会を果たしたといいます。つまりその翌日には窃盗を働いて指名手配されていたのです。逃げた2人は三夜の簡易旅館で過ごしましたが、またすぐに金に困るようになりました。そこで目をつけたのが、大久保がかつてよく足を運んでいた三春で、襲って小俣さんが貯めている金を奪おうと計画したのです。2月2日の夕方に大久保と吉井は来店し、3日にかけて三春で小俣さんに接客してもらった2人は小俣さんを交えて福笑いを始めました。そして小俣さんが目隠しをして目鼻をつける順番となった時が悲劇の始まりとなってしまいました。目隠しをしておかめの顔をまさぐっている小俣さんの背後に回り込むと、麻紐を首に巻きつけ、さらにはビール瓶を小俣さんの頭に振り下ろしたのです。
こうして尾形さんが動かなくなるのを確認すると、現金や預金通帳などを奪い、タクシーを使って逃走。そして奪った金で夜の街で遊び、さらに逃走を続けたのです。それだけにとどまらず、2月13日には18歳の男と共謀して東京都足立区の洋服店に押し入って、女性を棒で殴るという強盗殺人未遂事件まで起こしていました。更生を目的とする少年院にいたはずの大久保と吉井ですが、全く更生していないことは明らかでした。強盗殺人の罪で起訴された大久保と吉井は、不遇な少年時代を過ごしたという点では不憫であったとされましたが、罪を重ねたことは紛れもない事実でした。裁判長は、2人のその反社会的性格は強制困難と思われ、犯行は計画的で残虐であると指摘。情状酌量の余地は全くないとして、1955年9月28日に2人には求刑通りの極刑が言い渡されました。吉井は控訴するも、1957年6月に控訴を取り下げたため極刑が確定しています。犯行当時は未成年であった大久保も極刑判決を受けて控訴しましたが、1958年9月22日に控訴棄却となり、翌年6月16日には上告が棄却となったため、吉井と同じく極刑が確定となりました。更生機会を与えられながらも罪を重ね、家族のために頑張る女性の人生まで奪ったこの事件。あなたは若い加害者への極刑判決をどのように感じたでしょうか。間違いや失敗に対してやり直すチャンスがあることで、これまで以上に成長する人間もいることは確かです。ただその一方で、残念ながらやり直しのチャンスを生かしきれない人や、そもそも生かそうとしない人がいるのも現実です。その線引きは難しいながらも、人の命を脅かす若い犯罪者に厳しい判決が下る判例を残すこととなった卑劣な事件の一つとなっています。尾又春子さんのご冥福をお祈りいたします。